なあ、コレット、聖域の中ってどうなってんだ？僕らは中に入ったことないから、なんだかドキドキするよ。ね、ちょっと暗くって、お日様の光はあまり入ってなくって。なんか、僕のイメージとは違うのかも。でもね、私も奥の方には行ったことないの。早く入ってみてえな。ロイド、最初はいつもやる気満々だよね。
ミコはどこだ？コレット、逃げるのじゃ。ボータ様、あれがミコのようです。よし、ミコよ、命はもらい受けるぞ。デザイアンなんかにやらせるかよ。デザイアンか。何がおかしいんだよ。ではその憎いデザイアンに殺されるがいい。かかれ。早く片付けよっと。ダイヤモンド、殺せないから。レイトラッシュ、決まれ。ダイヤモンド、ま、こんなもんさ。まさか貴様が現れるとはな。一時撤退するぞ。すごい、めちゃめちゃ強いよ。そうだな。無事か？無事のようだな。あれはエクスフィア。ミコを救っていただき、お礼の言葉もありませぬ。なるほど、この少女が今回のミコなのだ。そうだ、信託を受けないと。おばあさま、私はこれから試練を受けてまいります。試練ってなんだ？魔物のことだろう。聖堂の中から邪悪な気配がする。その通りじゃ。巫女は天からの審判を受ける。しかし護衛につくはずの祭司たちはディザイアンの襲撃で倒れてしまったのじゃ。それなら、俺がコレットの護衛を引き受けるよ。ロイ、
とか。お前では心もとないの。お前はロイドというのか。そうだけど、人の名前を尋ねる前にまず自分も名乗ったらどうだ。私はクラトス、傭兵だ。金さえ用意してもらえるなら巫女の護衛を引き受けよう。背に腹は変えられんな。お願いしよう。契約成立だな。待てよ、俺も行く。ロイド、お前は足手まとい、おとなしくここで待っていろ。なんだと。聞こえなかったか。足手まといだ、帰れ。傭兵さん、ロイドも連れて行ってくれませんか。しかし、お願いです。私、ロイドがいないと不安です。勝手にしろ。行くぞ、ジーニアス。僕も行くの。当たり前だろ。子供の遠足ではないのだ。コレット、ありがとな。だって本当のことだもん。無理をするな。アーツという魔人剣、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 はっけや、はっけや、魔人剣、はっけや、はっけや、魔人剣、はっけや、はっけや、こんなもんさ。
様とは。エイトラスト魔人剣だ。